津波の次の監督マジでめちゃくちゃ大変。木下、柳、小笠原、大丸への残留要請をしないといけない。でも立浪よりマシならっていうめちゃくちゃ低いハードルやぞ。これ歴代でもワーストクラスの監督よりマシになればいいだけや。ライデルは本人じゃなくてキューバ政府への交渉やから別問題。炊飯器の買い出しから行かないといけないのマジで理不尽だと思う。当てつけに象印あたりとスポンサー契約とか広告の契約結んだら面白そう。与田の次だった立浪の方がよっぽど大変だっただろ。京田や阿部やアリエルの人事やらにゃいかんかったのに。そのあたりの人事全部すっぽかして放出してるじゃねえか。投手陣に関しては与田でいいやん。河野を止めた男やぞ。次期監督は谷町以外からほぼ高評価もらえるやろ。もうビシエドとかでいいよ。